は文教大学吹奏楽部です。私たちはサマーコンサート、定期演奏会を軸とし、吹奏楽コンクール、依頼演奏など1年を通しさまざまな活動を行っております。他にも楽しいイベントが盛りだくさんです。皆さんもアットホームな雰囲気の中で一緒に演奏しませんか？楽器経験者はもちろん、初心者の方、男性の方も大歓迎です。申し遅れましたが、本日司会を務めさせていただきます、幼児心理教育専修3年、池藤瑞希です。よろしくお願いいたします。本日はわずかな時間ではありますが、私たちの作り出す音楽をお楽しみください。さて、最初にお送りいたします曲は、上を向いて歩こうインスウィングです。幅広い年代に愛され続けるこの曲は、落ち込んでいるとき、元気がないとき、自然と笑顔になれる一曲です。コロナ禍で本番を迎えられることの幸せをかみしめつつ、皆様に勇気と希望をお届けできるよう心を込めて演奏いたします。また本日の演奏会の指揮者は、人間科学部3年、菊池翔太郎でお送りいたします。どうぞお聴きください。
現在私たちは部員数125名、学年学部を超え楽しく活動しています。ここで所属学部の紹介を入れさせていただきます。まずはじめに教育学部、続いて文学部、人間科学部、現在教育学部56名、文学部29名、人間科学部38名が所属しています。このように多くの学部の人が所属しているので部活動以外にも授業や活動課題の質問なども気軽に相談してください。さて次にお送りいたします曲はプロメテウスの画家です。この曲は先日行われました第63回埼玉県吹奏楽部コンクール大学 D の部において金賞をいただきました。今回はこの思い出深い曲を演奏させていただきます。どうぞお聴きください。
ましたが、本日司会を務めさせていただきます幼児心理教育専修3年池藤瑞希です。よろしくお願いいたします。本日はわずかな時間ではありますが、私たちの作り出す音楽をお楽しみください。最初にお送りいたします曲は上を向いて歩こうインスイングです。幅広い年代に愛され続けるこの曲は、落ち込んでいるとき、元気がないとき、自然と笑顔になれる一曲です。コロナ禍で本番を迎えられることの幸せをかみしみつつ、皆様に勇気と希望をお届けできるよう心を込めて演奏いたします。また本日の演奏会の指揮者は人間科学部3年菊池翔太郎でお送りいたします。どうぞお聴きください。
Thank you.